続いては東京の最新のトレンドを紹介する東京トレンドです。今回は最新の美容グッズをご紹介します。乾きや冷えなど自宅で手軽にできる最新美容グッズが続々と登場しています。まず向かったのは輸入生活雑貨を取り扱うプラザ。店内にはコスメ用品など2万点以上の美容関連グッズが取り揃います。冬の時期はすごく乾燥がありますので保湿に特化した商品にすごく注目が集まっています。クリームとかが一般的なんですが最近はオイルの商品に注目と人気が集まっていましてオイル美容の商品がたくさん揃っています。こちらは自然由来の自主のオイルを使用したフェイシャルオイル。これはすごく伸びが良くてスーッと肌に浸透していくのでベタつきも気にならずそれ1本だけでも十分にケアできると思います。またこちらはスティック型のボディオイル。膝やかかとなどに塗りやすくポイントを絞ってのケアが可能。体温が伝わると柔らかくなり肌に馴染んでいきます。続いては洗い流さないヘアトリートメントです。高保湿のホホバオイルやアボカドオイル成分を配合。しかもスプレー状になっているので手が汚れずムラなく仕上げられるので忙しい朝などに最適です。また化粧品以外にもパーツごとにケアできる美容グッズも人気。こちらは天然鉱石を配合し遠赤外線を放出するローラー。温めながら気になる部分をケアできます。またこちらのメガネのようなものはまぶたの癖付けをするグッズ。メガネをかけるようにつるの部分を耳にかけアーチ状になったナイロンワイヤー部分を1回5分程度装着し癖付けをしていきます。さらにこちらの手袋にはある秘密が。グローブの中にジェルパッドのような形で保湿成分が染み込んでいます。ハンドクリームをつけずにこのグローブをつけるだけで保湿成分が肌に馴染むというようなものになっています。続いて向かったのは青山にあるナチュラシベリカ。ロシアのオーガニック化粧品ブランドで去年12月に日本に初上陸しました。商品はボディケアやヘアケアなど80種以上。その原料にはある特徴が。シベリアの厳しい自然の中育った天然ハーブを使って作りました。冬はマイナス57度、夏には35度以上になるというシベリア平原の厳しい気候。その中でたくましく育つハーブや植物をベースに作られているんです。例えばこちらのスノークラドニアシリーズはスノークラドニアという植物のエキスが主成分。スノークラドニアは高系でございます。マイナス50度を超えても雪の中で生きているものなのです。枯れることがないんです。特徴のはアンチエイジング効果が高い。シベリアの先住民が疾患の治療や肌の美しさの維持のため用いた知恵を引き継ぎ独自の製造方法で商品開発しています。中でも一押しは真っ黒なクレンジング。シベリアシラカバの活性炭と4種類の植物オイルによって肌に潤いを与え滑らかに仕上げます。植物オイルが汚れを溶かして活性炭がこの汚れを吸ってくれるものなのでディープクレンジングになります。ロシアはじめ27カ国で愛されているブランドなので女性だけじゃなくて男性にも日本の皆様に使っていただいたと思います。自宅で手軽にできる最新美容グッズを見つけて乾燥対策など心がけてみてはいかがでしょうか。